日の相談です。同窓会で久しぶりに会った女性の友達と互いに家庭内の相談をするうちにいい感じになり、近々2人で個室居酒屋で飲みます。もちろん家族には内緒です。飲んだ後はそのままホテルの流れに持ち込みたいですが、一つ懸念点が、彼女がはっきりとは言いませんが自分に気があります。そのことは肌感で伝わってきます。嬉しいですが、ただ自分は家庭を壊す気はありません。彼女を傷つけず適度な距離感で付き合っていくには最初にはっきり言うべきでしょうか。いつもご視聴いただきありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。ということで、あのね、最初はね、全然そんなつもりなかったのに、気づけば自分の方ががっつりハマって不倫しているっていうタイプの男性に多い雰囲気だなっていうのは思いますね。全然そんなつもりなかったのに、気づいたら自分の方が夢中になっちゃってですね。というね、タイプに多いなというのは思います。そうですね、彼女にはっきりと家庭を壊す気はないと言うかどうかというのはね、すごく難しい話ですね。不倫がね、いいとか悪いとかっていう、まあ、その部分は一旦置いといて、まあ、それは私が判断することではないのでね。なので私が、その、いや、不倫はやめた方がいいですよ、とも、不倫してもいいと思いますっていうのも、もうそもそもおかしいから、だからそれは、まあ、自分のね、倫理観とか道徳観とか、まあ、自分の人生観ですね、に置き換えて、それぞれが考えるべきことだと思うので、まあ、自分がいいと思うね、選択をされたらいいと思うんですけど、不倫というものを単体で見た時にね、不倫ってファンタジーなんですよね。だからリアルさっていうのができるだけ排除されてた方が、やっぱりね、まあそりゃそうじゃないですか。ファンタジーにあんまりにもこうリアルな現実的なことを持ち込むと、まあ持ち込み方にもよるけど、やっぱ冷めてしまうので、なのでね、まあはっきり言うっていうのは、だから家庭を壊す気はないとか、いい関係築きたいけど、なんていうか付き合う気はないとか、みたいなことを言うのって、まあ、ファンタジーの世界からですね、著しくそのリアルな世界にこう寄せてしまうので、まあ、それは言わん方が夢は見続けられるんですよね。ただそれがいいかというとすごく難しいなというふうに思ったので、まあ今回はですね、こんな風にしたらいいんじゃないかなというのを考えてみました。なのでね、まあ、そのいい関係を築きたいというふうに思ってらっしゃる方はね、参考にしていただけたらなと思います。ということで、今日の目次はこんな感じです。女友達をセフレ化する方法ですね。で、それから、後腐れないセフレになる時の注意点、ご紹介していきます。では、早速やっていきましょう。まず、女友達をセフレ化する方法ですね。一つ目、相手のニーズを満たすことです。不倫をするということは、現状に何かしら不満があるということですね。大きく自分が理想としているものが欠けているという場合もあるし、寂しいという場合もありますよね。まあ、相談をね、今回の相談者さんは受けている、お互いにこう相談し合っているということなので、まあ、相手が求めているけれど、その相手の家庭では満たされないものが何なのか。というところをね、考えるべきかなと思います。そしてそのニーズを満たすことで相手にとっても特別になれるかなと思います。おそらく、まあ、向こうからのちょっとこう、なんていうか、アプローチを感じるというか、気持ちを肌感で感じるっておっしゃってたので、多分今の時点でも満たせてるんですよ。それが何なのかというのは正確に把握しておいた方がいいですね。これはそれをもっと押した方がいいのか、それともそこをやりすぎて相手のあんまりにもね、特別になってしまうと、それこそ家庭を壊してあなたと一緒になりたいという気持ちが大きくなってしまうので、踏み込むのか踏み込まないのかというところを把握するためにも、相手が求めているものは何なのかということを正確に把握しておきましょう。そして2つ目、イチャイチャすることが大事です。急になんか、あれなんですけど、やっぱりね、おい、やめろって、とか、なんよ、とか、みたいな、イチャつき大事ですね。ふざけてイチャつく。いや、もうこれこそね、まあ恋愛の醍醐味というか、やっぱりね、なんか、難しいことは置いといて、とりあえず楽しい時間を過ごすっていうことが、やっぱ振りの醍醐味やと思うのでね、とにかくイチャイチャするっていうことが大事ですね。だから、まあ同窓会で出会ったということなので、おそらくまあ同級生ですよね。だから昔の話をして、昔こうやったよってからかったりとか、まあ、そうやってですね、イチャイチャするというのが
いいでしょうね。そして3つ目、慰めたり甘やかしたりしましょう。イチャイチャしながらだんだんやっぱりもうボディタッチしてった方がいいですね。なんやねんって言って肘で押して嫌がらへんかったら、まあ、ちょっとですね頭をポンポンって触るとか、ちょっとこう弱ってる時にそっと肩を抱くなどね、やっぱりねいいかなと思います。あとは指綺麗やなとか、あれ指こんな長かったとか言って、まあ、相手の手を取ってギュッと手を握るとかですね、まあ、やってもいいかなと思いますね。お酒飲んでるとやりやすいかなと思うので、まあ今回の相談者さんで言うと個室居酒屋ということなのでね、手を握るとかはやりやすいかなというふうに思います。あとね、同級生ということなので、なんていうかこんなに綺麗になると思わんかったっていう、昔を知ってる分今の頑張りを認める言葉ってすごく深く刺さるんですよね。だからほんまこんな綺麗になると思わんかったなとか、あの時好きやったんやけどやっぱ今の方が全然魅力的やなというふうに、過去も肯定するけど今も肯定するっていう言葉は絶対言った方がいいし、それから生きてるとみんないろいろあるじゃないですか。楽しいことだけじゃなくって辛いことだっていっぱいありますよね。で特に相談し合ってるということなので悩んでいることがあると。なので、君の頑張りは、まあ、いつも見てるよとか、頑張ってること知ってるからなというふうに、相手の頑張りとか相手の努力をね肯定してあげるようなことはやっぱり言った方がいいかなと思います。でそれから甘やかしてあげるのも大事ですね。まあやっぱりこう頑張ってる人って頑張りを認められたいのと同時に、少しこう力を抜きたいという気持ちもあります。なので甘やかしてあげたりとか、そうだな、まあ抱きしめてあげたりとかね、なんかそういうのも結構相手にとっての癒しになるかなというふうに思うので、まあ、そうやってボディタッチを深めていくと、そうなってくるといい雰囲気になってくるん でその後ちょっと休憩せえへんとか、もうちょっと時間いけるとか、あとはホテル行こうかって誘うとかというのもいいかなと思います。ホテルに行くっていう話はね、私過去に動画で出してるので、ちょっとそのあたりも参考にしながらね誘ってもらえたらなと思います。では次、後腐れないセフレになる時の注意点です。まず一つ目、ちょっとなという要素です。これはね相手を本気にさせないために結構重要な要素かなっていう風に思うんですよ。君のことが本当に好きですというアプローチの方がやっぱ絶対に成功率って高いんですね。なんだけど、まあ、家庭を壊す気がないということなので、好きになっちゃったという言い方はやっぱりねややこしくなる可能性が高いですね。あと恋愛なのでね、お互いにどうなっていくかわからないけれど、まあ、こっちが冷める可能性だってあるし、こっちが本気になっちゃって向こうが冷めちゃう可能性がありますよね。だけど二人っきりの関係ではなくって、他の人にも影響がある関係なので、ややこしくなるっていうのはですねやめた方がいいですね。まあ、だったら不倫すんなよっていう話なんでねまああれなんですけど、だけど別れる時に大変な思いをするっていう可能性はやっぱり、まあ、避けた方がいいので、好きになったという言い方はやめた方がいいですね。なんかお互いにとって必要だというようなニュアンスがいいんですよ。好きっていうほどじゃないけど、でもこの人がいると自分が安定するんだよなという関係が、まあ二人にとって一番いいんですよね。でその関係に持っていくためにどうしたらいいかっていうと、いい人なんやけど、めちゃくちゃ面白いんやけど、めちゃくちゃかっこいいんやけど、いやでもリアルで付き合うってなるとちょっとなっていう要素があると一番いいですね。例えば、めちゃくちゃ優しいとか、めちゃくちゃイケメンやとか、めちゃくちゃお金を持ってるとか、だけど普段着がもうなんか中学校ぐらいの学校で着てたジャージ、あれを着てるとか、冬でもずっと短パンにサンダルとかなんかそういう人やねんけど、ホテルで会うのええねんけど、デートってなるとちょっときついなとか、いやこの人と家庭を持つってなると、いやちょっとしんどいなとか、だからお金めっちゃ使うっていうイメージでもいいし、女遊びまあ激しいっていうイメージでもまあ何でもいいんだけど、人なんやけど一緒に生活するの嫌だなって思わせるような要素ですね。特にね、自分のかっこいいところばっかりやっぱりこうアプローチする時って見せようとするんですよね。でもそれやりすぎるとめちゃくちゃいい男やと思って、自分と一緒になってよっていう風にね言われちゃったりするので、ちょっとなと思う要素をあえて見せるっていうことも大事かなと思います。あとは、子供めっちゃ大事にしてるとか、
なんかそういうのも結構いいかなと思いますね。そして二つ目が踏み込みすぎないことです。相手にとっての唯一無二という存在になってしまうと、まあそれはね、関係としては理想なんだけれど、でもやっぱりこう一緒になろうという話になりやすくなります。なので話はもちろん聞いてあげたらいいし、相談に乗ってあげてもいいんだけど、そこまで親身にならないみたいなのも結構大事ですね。まあ、ちょっとかわいそうな気もするし、自分もね鬼じゃないからね、話聞いてあげたいっていう気持ちはあるんだけど、だけど特にね、許されない関係とか誰にも言えない関係ってね、のめり込むんですよね。だから相手にのめり込まさないために、話聞いてるようで聞いてないところがあるとか、ちょっとこう、まあ、冷たいとこあるよなというふうに思わせとくっていうのはやっぱり大事かなというふうに思います。ということでまとめです。今回はこんな友達をセフレ化する方法をご紹介しました。まず一つ目が相手のニーズを満たすことですね。そして二つ目、イチャつくこと。で、三つ目、慰めたり甘やかしたりしながらボディタッチしていきましょう。で、次に、後腐れないセフレになる時の注意点としては、一つ目、ちょっとなと思う要素を残すこと。そして二つ目が踏み込みすぎないことでした。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあ、今回はね、セフレにねする注意点っていう話をしたんですけど、質問にあったはっきり言うかというところなんですけど、はっきり言うと、だからその最初にねお話しした通り、やっぱちょっとファンタジー感が薄れちゃうので、なので注意点のところでお話ししたちょっとなという要素を最初から出しとく、で、相手にちょっとなと思わせとくということが大事かなと思います。で、自分が本気になった時に、まあそのちょっとなって思う要素を、まあ自らね、取り払うことができれば、まあ一番いいですよね。だから彼女とデートするときはいつも冬でもね、Tシャツに短パンにサンダル、B さんみたいな格好で行っといて、で、本気になったら、まあスーツにバラ持っていくとか、まあスーツにバラ持っていくはちょっとやりすぎか。でも、普通の格好していくだけでも、あれ？なんか普通の過去できるやんみたいな。なんかそういうね、ギャップとかもいいんじゃないかなと思います。ただね、最初にはっきり言って、で、相手が引いてったらそれまでという考え方も、まあ正直悪くないと思うんですよね。だって、他の人を傷つける可能性があることなので、なので、まあ、最初からそういう取り決めをしておくっていうのも悪くないと思う。で、まあそれで、相手が引いていったらそれまでって思うんだったら、まあ、確かにそっちの方が潔いかなとも思ったりするので、まあ、自分自身がどうしたいのかっていうのと自分と相談しながらね決めるっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあ、自分がどういう選択をするのかっていうことですよね。まあ、よかったら参考にしていただけたらと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。